皆さんこんにちは、夏です。今日はセリアさんで見つけたかわいいヘアフックに丸つまみ5個を使って、梅を作っていきたいと思うんですけれど、こうやってぺったんこになってしまって失敗したって思うところから復活させる裏技です。まずは丸つまみ5個をヘアフックにつけていきましょう。はい、こういうフックなどにつける時のポイントは、この後ろのフックと一番上のものを、はい、同じまっすぐにすることですね。ここの頂点とヘアフックのピンの部分とこのまっすぐを揃えると綺麗に見えるようになります。一つ目だけはしっかり乾かしてから残りをどんどんつけていきます。はい、ここの高さを揃えます。隣同士の高さと後ろの高さしっかり合わせて均等になるように貼っていきます。はい、できた。あれって思う方もいますよね。ぺったんこになっちゃってる、なんかおかしいなって。このぺったんこ、こっから復活させたいと思います。かわいいふっくらした梅にするために足りないところ、それは膨らみなんですね。はい、この状態だとちょっとペタンとなってしまっていて、お花のふっくらした感がないので、ここ、はい、薄くべったりつける必要はありません。薄くで結構です。あんまりギリギリまでつけないようにします。はい、隣同士をピンセットでそーっとくっつけていきましょう。隣のつまみと高さがしっかり合うように、そして底辺の角が隣とぴったり合うようにピンセットでしっかりくっつけます。これ剥がれやすいので、一箇所やったら次は対角線上の向かいの方を一箇所、そこが終わったらまた次一箇所っていうように、隣合わないようにつけていくと綺麗につきます。角のところと後ろの部分がちゃんと合ってれば綺麗に見えるようになりますので、はい、こういう状態で隣隣とどん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 つけていきます。さっきのところと対角になるようにつけていきます。隣同士やっちゃうとすぐ剥がれてしまうのでね、剥がれないように時間を置いてからくっつけていきます。そーっとそーっとくっつけます。ペタッと、こんな感じですね。はい、少しふっくらとお花のふっくらした感じを指で押さえていきながら全部の隣同士をくっつけていきます。この角のところもしっかりつけて、隣の高さとちゃんと合わせてピンセットでそーっと押さえていきます。あとは全体的に浮き上がってくるので、浮き上がらないようにもう一回沈めてあげます。なので下のところね、今ちょっと半乾きの状態ですけれど、きっちりついてから仕上げた方が綺麗にいきます。はい、隣同士がちゃんと合ってふっくらかわいいお花になりました。はい、こんな感じになりますね。
とはこの上に、花座をつけてあげて、まあ、ビーズでもいいです。好きなように飾ってあげてください。はい、完成です。かわいいでしょちょっとね、お正月が近かったので水引きの淡路結びを2つつけてみました。こんな感じ、お正月用のヘアフックの完成です。ぜひお正月近いのでね、お正月の髪飾りを今作ってみてはいかがでしょうか。ご覧いただきありがとうございます。また見てね。